皆さんこんにちは上野樹ですご覧いただいいてありがとうございます、えー、この度私もあの皆さんとお仕事させていただいて、えー、とっても楽しくて、えー、まだ出来上がりを見ていないんですが早く見たいと思います楽しみにしていてください。本作はこの檜山が妊娠することで見落とされがちな男女の格差っていうものが浮き彫りになっていくんですがそれだけではなくて。 自分の人生は楽し正しいと思い込んでいた檜山が予想外の出会いや経験を通して他者を受け入れていく寛容の物語だと感じます皆さんにとって檜山のように人生観が変わるような人生のターニングポイントとなったような出来事があれば教えていいたただきたいです上野さんはターニングポイントをそうですね、はい、やっぱり15歳で東京に出てきたのが良かったんじゃないかと。<laughs> <laughs> もう悲惨でしたよ受験は終わってるし家庭の方でも、ね、母があの亡くなったりとかいろいろありましたで、まあ、その時はあの高校に行っても今度仕事が忙しくてなかなか学校に行けない、うん、だから大学もおそらく行けないだろうみたいな中でこう劣等感がすごかったんですけど<ー>今となってはその時東京に来たおかげで今の自分があるし。あの こう仕事をして20年っていう月日が流れたのも今となってはすごくいい経験だなって思えるのでなんか本当にあの時がターニングポイントかなと思いますあの時、上京していたあの時15歳ですね。歳はい、はい